それでは、第2回の B3 ゼミ、構文解析について間が担当させていただきます。今回は、前回は形態素解析だったんですけど、今回は構文解析についてでいきます。まず構文解析っていうのは、例えばこう文の品詞の並びについて注目して、その並びが文として妥当かどうかを判断して、妥当だったら、こちらのような構文構造、構文義っていうふうに表す言うんですけど、この形で出力して、もし、妥当でない場合は、非文として排除してしまいます。こちらにあるように紫の首輪をつけた猫は、OK として出力されるんですけど、例えば愛する花子太郎はっていう風な文法は、構文解析の中では、良くないと、されていて、非文として排除されます。ですが、ここ、構文構造において例えば紫の首輪をした猫って、例えばこう猫がいて紫の首輪をつけている場合と、紫の猫がいて首輪をつけているという2つのパターンが存在して、このように複数の解釈が存在することを、構文的曖昧性というふうに言います。で、構文解析で用いるときに、妥当か否かを判断するときに、文法っていうのを使うんですけど、今回は、文脈自由文法について紹介します。文脈自由文法はこのように、S とか N とか P とかっていう記号で表されていて、左から右に変換されるという風な文法になっています。これ一例なんですけど、例えば括弧1の1番目 S が、矢印伸びて NP と VP になっていますが、意味というと、文 S は、名詞句 NP と動詞句 VP から構成されるというふうな感じで変換していきます。これを用いて構文解析をするんですけど、そのアルゴリズムとしては、2つの観点からそれぞれ2種類に、以下のように分類できます。解析を進める向きとして、トップダウンとボトムアップで、探索する方法として、縦型と横型というふうに2つの観点から2種類ずつ存在していて、この2つを組み合わせて、例えばトップダウンと縦型を組み合わせたやり方とか、横型とボトムアップを組み合わせたやり方とか、そういうふうになっています。トップダウンとボトムアップについて簡単に説明していきます。トップダウンは、文法規則をそのまま、先ほど示しましたこの矢印の向きそのまま使って、文の、解析文の S の方から、頭から品詞に分けていくという形で、この構文義って言われるものが上から下にできていくことからトップダウンと言われています。で、次ボトムアップっていうのは、その名の通り下から上にやっていくんですけど、逆にこうトップダウンとは逆に品詞列からその、逆向きで、作っていく。だからその文法規則っていうのも、さっきの矢印と逆の方でなってるんですけど、品詞列からこう少しずつ上に上げていくような感じでやっていきます。次に縦型と横型、探索方法ですね、さっきのについて説明していきます。縦型横型ざっくり言うと、縦型が深さ優先探索、横型が幅優先探索のようなもので、例えば適用可能な文法規則がいくつか存在した場合、先ほどの文法の例で言うと、この NP とか VP、名詞句動詞句が2つ、存在する、2つ規則が適用できるんですけど、そういった場合は例えば、名詞句で変換できるのが2と3だとしたら、一番上にある2をまず使ってみるだとか、
そういうふうに、どちらか1個を使ってどんどん解析を進めていくやり方が縦型です。でこうやっていくとなんかだんだんこう入力の品種列と違うものができてしまってそれ以上できなく解析ができないとなった場合は、後戻り1回その2を適用したところまで戻って今度は逆に3を適用するだとかそういうふうにやっていきます。で横型は幅優先で、全部使えるならこう全部使ってみるみたいなそういうふうなやり方になっています。で縦型はすごいシンプルな分後戻りするのが大変だったりとか、横型は全部まんべんなく平行に進めていく分その容量が大きくなってしまうだとかそういうふうな両者の問題があります。で、以下英語の文章で「I can't eat a cake on the table」っていう文章についてやっていきます。文法規則と辞書、キャットが名詞、ケークが名詞 N とかっていうふうに、辞書も一緒に用意しておいて、やっていきます。まず、先ほども挙げましたけど、これかな、トップダウンと縦型を用いてやっていきます。開始記号が S で、上からやっていくんですけど、S にまず1を適用して名詞句と動詞句に分けるといった形でやっていくんですけど、NP と VP が出てきて NP と VP って規則で言うとどっちもあるんですけどまずこう左端にある方から採用するということで NP を変換する。で NP を変換するときに、適用できる規則が2と3で2つあるので縦型は、適用できる1つを採用するので一番上の方の2を採用して NP を、監視みたいなものとかと N に変換していきます。でこのように変換していくと下の方で S がで、このようになるんですけど入力された文とは、と見るとなんか品種の並びが全然違っているけどこれ以上変換することもできないっていうふうに行き詰まってしまうんですね。でこうなった場合、直前の変換できるところまで戻ってまた今度別の規則を適用するっていうふうに後戻りをしていきます。なので後戻りをした結果 NP 変換前に戻ってあげて、今度2と3のうちの逆にこう3の方を使ってあげて変換するとまたこう NP と PP っていう風に出てくるので、またこれを今までのように変換していくと、一番下のところに変換ができていてでこれが入力文の「アキャット・エタ・ケーキ・オン・ザ・テーブル」と同じ並びになっているのでこれで完成、構文構造ができたねという形になっています。で次に、今回はまずはトップダウンと縦型でやったので次に、ボトムアップと横型のやり方を紹介したいと思います。これ CKY 法とかの CYK 法とかいろいろ言い方があるみたいなんですけど、まずこう横ボトムアップなのでまずはキャットエイターケーキオンザテーブルの品種列から始めていきます。それでこのように入力の5の数だけの対角行列というものを対角のマスを準備してあげてでそれぞれ一番端っこに品種を並べてあげます。で適用できる文法規則がここにあってこれをこの斜めの向きで少しずつ解析をしていってそれを下から上に上げていくとこうなった時に、適用できる無法規則を逆に用いていって最終的に、S がこの用いた行列全てをこう包括するような形になれば、解析が完了するという形になっています。まず、
1番目のこの一番近い斜めのところから解析やっていくと、まずはこうデッドと N に対して2番が使えますっていう風な形でやっていくと、ここができなくてここもできないかな。で次のまたデッドと N のところまで来たらまた2番を使ってやっていきます。このようにやっていくとまたここでも同じように使えて、でここでまず1番目の斜めの線が終わったので次は1個上の斜めの線という風にやっていきますと、途中省略すると2番目がこことここですかね。で3番目のここで2番目の列が終わって次3番目の列もやるんですけど、3番目がないんですかね。それで4番目で NP と VP でまず分ができるんですけど、これではまだここまでしか埋まってないのでまだ解析が完了したとは言えないのでこのまま進んでいきます。で、次またこのように NP と PP で NP ができて、で、次にまたこう同様に進んでいくんですけど、ここで VP についてなんですけど、 VP とこちらの VP と PP を用いるやり方と、じゃあの V と NP、動詞と名詞句をやるやり方と2つ、候補が存在するということをこちらも保存しておいて、最後に、ここの名詞句と動詞句を大きく包んであげる と、S が一番角の方に来てこれで行列全体を積むことができたのでこれで解析が完了という大まかな流れになっています。でこう下から上にどのこう斜めで、こう規則が適用できるかを調べていくのでこれがボトムアップという形の大まかな流れになります。そこでさっきも言いましたこの2つの候補が存在するということで解析結果も2つ存在します。1つ目が、動詞句が、動詞句 と、PP の方で就職する方でこちらの意味が、猫はケーキを、机の上で食べたという意味になっていて、2つ目の、VP が V と NP を、含む規則を適用した場合は、猫は机の上のケーキを食べたっていうふうに、構文の結果が出力されます。でこのように、今回だと2つなんですけど複数の、構文解析結果が出てきた場合どのようにこう最もらしいものを選ぶかっていう風な考え方として、先行っていうんですけど、まずはこう経験則というものがあってこれ日本語でも英語でも使えるんですけど文節はかかりうるなるべく近い文節にかかる、であとこう、確率文脈自由文法といいますと、タグ付きのコーパスからモデルを学習して、文法規則先ほど説明しましたこう VP が、V と NP になるだとかっていうところに、確率を与えて、適用された、生成規則の確率を掛け合わせてその最も起こりうる、構造解析の結果について、一番大きいものを採用する、なんだっけ、これは K 大層解析の時の最小コスト法みたいな時で説明したんですけど今度これもその用いた文法
規則、こういうところにそれぞれ確率を置いてあげて、で、それぞれ途中で何を使ったかっていうのを全部掛け合わせて一番大きくなるものを採用するっていうやり方です。で、これも最小コスト法と同じなんです。似たようなものなんですけど、一番下部分ごとに、一番大きくなる確率をそれぞれこう覚えておくことで、計算がすごく早くなるっていう、これが、ビタビアレゴリズムと同じようなところがあります。で、まとめです。構文解析では文法規則、今回は自由文脈文法を用いたんですけど、で単語の並びが妥当、単語の品種の並びですね、品種の並びが妥当かどうか調べて、妥当なら構文構造を出力します。構文解析のアルゴリズムは、解析を進める向きでトップダウンボトムアップ、探索する方法で縦型横型のそれぞれ2種類に分けることができます。また解析結果が複数現れた場合は、かかりうる一番近い文節にかかるという経験則とか、文法規則に確率を与えて一番大きくなるものを採用するっていう確率文脈自由文法を用いて選考、最もらしいものを選ぶことを行うっていうことがあります。今回は、構文解析についてはこれで終わりです。ありがとうございました。